鉄道はフランスの画家エドゥ・アール・マネが1873年に制作した絵画。本作品はパリのサンラザール駅を舞台としている。線路脇の建物の庭から駅構内の方を眺める構図であり、背景に線路の向こう側の建物やヨーロッパ橋の一部が見えている。当時、マネはパリパックヨーロッパ地区のサンペテルスブール通りにアトリエを借りており、 すぐ近くに三列ある駅があった。フランスで最初に鉄道が敷設されたのは1832年で、あるが1870年代には国内の鉄道総距離は2 2 0 0 0トルにまで発展しており、鉄道ブームの最中であった。鉄道は近代都市パリを象徴する新しいテーマであった。ターナー、雨、蒸気、速度、グレートウェスタン鉄道1844年。 ただ、通過する記者の存在は、白煙で暗示されるに過ぎず、主人公として描かれているのは、鉄作の手間の一組の母子である。当時のパリでも広く知られていた作品である、イギリスの画家、ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーによる、雨、蒸気、速度、グレート・ウェスタン鉄道が失踪する機関車を、描いたのとは、対照的である。若い母親は、画題である鉄道とは、 無関係な読書をしており、その合間に目を上げて、こちらを見たところである。膝の上では、子犬が眠っている。この女性のモデルは、草上の昼食や、オランピアでもモデルを務めた、ビクトリーヌ・ムーランである。本作品は、マネが描いたムーランの最後の肖像であった。少女は、母親が読書に熱中しているせいで、退屈して、鉄柵の向こうのサンラザール駅構内を見ていることが、 読み取れる。母親の暖かそうな服装に比べ、娘は肩から両腕をさらしており、寒そうに感じられる。ビジェルブラン、画家と娘1789年、伝統的な母子像の典型である。マネは本作品を1874年のサロンドパリに提出し、入選した。同時に提出した、ポリシネルは入選したが、 オペラ座の仮面舞踏会と縁は落選した。サロンに発表された本作品は不評であった。伝統的な絵画では母子は睦まじく描かれていたのに対し、本作品では母子の見る方向が180度違うなど、母子の間に細やかな愛情が感じられないことが慣習に違和感を与えた。風刺漫画家たちは母子が不幸な表情をしていると指摘した。 二人の心を病んだ女が通り過ぎる列車を監禁室の鉄柵越しに眺めているという表もあった。しかし、現在では近代社会における母子の間に流れる冷たさこそ真似が表現しようとしたものであるという指摘がある。古外の人物画であるという点では真似が印象派と共通する外交表現に関心を持ち始めた時期の作品として位置づけられる。ミシェル・フーコーは 真似の絵画と題する講演の中で本作品について垂直線と水平線が画面の二次元性を強調しているという真似の他作品とも共通する特徴を指摘している。また、母親が見ているものはキャンバスの手前にあるために鑑賞者には見えず、少女が見ているものも絵の向こうにあって鑑賞者に見えないことから、いわば鑑賞者に見えるはずだと感じるもの。しかし、 絵の中には描かれていないものを見るために、キャンバスの周りを回り、場所を移動したいという欲求を持たせるという、不可視性の戯れを真似が行っていると指摘している。真似の支援者の一人だった、ジャンバティスト・フォールが購入し、ホールは1881年に、デュランイコール・リュエル・ガローに売却した。1898年、ヘンリー・オズボーン・ハブマイヤー夫妻が購入し、 その息子ホレス・ハブマイヤーが相続し、1956年、ナショナルギャラリーに寄贈した。ありがとうございます。